カイロのローダ島とオールドカイロの間の水路カイロのコプト地区にあるセーゲオルギオス教会オールドカイロはエジプトのカイロの一部でありカイロ以前の首都であったフスタートなどのみならず都市の多様な歴史によるそれぞれの他の要素においてそれらの街の面影を有している例えばカイロのコプト地区とその多くの古い教会及びローマ時代の防御設備の遺跡がある 現代の旅行者が訪れる場所としては、コプト博物館、バビロン要塞、ハンギング教会や、その他のコプト聖教会、ベイエズラシナゴーグ及びアムルイブンアルイコールアースのモスクなどがある。バビロン要塞は、ローマ時代の要塞であり、そこに、エジプトのキリスト教徒の最も古い教会のうちの、多くが建てられた。カウント・ガブリエル・ハビブ・サカキニ・パシャは、彼の時代によく知られた名であり、 1897年には、坂木に地区に、宮殿や教会を建設し、またオールドカイロに、カトリック教会の墓地を設立した。15世紀後半に、二つの最後の大きな変化が、カイロのブラック港、及び、都市の北西域にあるあるアズベキアと呼ばれる地区で、起こった。都市の周辺は、西暦1798年に、フランスの遠征によりなされた地図によると、 過去300年間変わらなかった。1428年、キプロスのバイバルスの征服で、ブラックがカイロの主要港になった。15世紀末までには、ブラックはミザー・アルコディマから主要な商業港としての役割を引き継いでいた。ありがとうございます。